で案外ですね、うん、このちっちゃい構造体でこういうその磁石になるという秘密が解けてきたんです、うん、この不思議なその、うんまあ、磁石として振る舞うっていうのが、一体どの程度の大きさから発現するのかっていうのが不思議なんです、うん、で分からないところだったんですね、うん、で例えばここまで切ってこんだけしたらもう出ないとかそういうことですか。もう出ないです、うん、でそれ小さくなるとです。例えばそれで3つあったらいいこと。あそうです、3つ最低3つないとダメなんです、うんうんうん、さっきのそのベンゼンっていうのは実はここで非常に、関わってきます。でここにですねこうベンゼンをこう書いていくんですよ。こうベンゼンをこう書いていくと、こうあの実際これ化合物が、得られましたので、うん、その構造をですねちゃんと、見ることができるんですね、うん、そこ見るとですねここにベンゼンがこう出現するんです、うんこうそうするとハミ子が出てくるんです。あの結合し損ねた電子っていうのが、うん、こういうふうにプツップツッと、あそれはこれだったということですか。そうですそうです、化合物はですねこの不思議だったこの、これとこれじゃこのこのこれとこれですこのこの関係である、ここに、こことここに出てくるんです。でこれが、こういうことが出ることが磁石と関係あるんですか。非常にあります、重要だったのは、先ほど不思議だったこのベンゼン環ですね、なぜベンゼンがあのそんなに安定かと、で実はそのグラフェンと呼ばれる、物質、物理で面白い物質の、こういうその磁石の性質を支配しているのも、やはりこのベンゼンだったんです、それが安定がで、そうです、なんとか、そうです、でこれが安定じゃなかったら、安定じゃなかったらこんな現象起きないです、うん、これが安定があるがゆえにこの不安定なものを作ることができたと、そうですそうです、なんとかその安定なものできるだけ多く確保したいという物質の思いがあるんですね、そうすると、そうすると、もう犠牲となってちょっと端っこに行ってっていうので、ポッと2つの電子がここに、でそれで磁石として振る舞うんです。これで先生の行列は解決した。そうですね、まあ、ある程度満足いくところまで、その、なぜやってるかといったらもう好奇心ですね、知的好奇心。あそうですね、まあ、変なんですよ、私は一旦その企業に勤めたことがあって、で、まあ、企業に勤められたことがある、そこの研究っていうのはですね、確かに、まあ、非常に重要です、開発がうまくいけばすぐに物、物として売れる、商品なんですね、生み出される商品、企業ですからすぐにその年間30億とかの利益がバッとこう出るような商品になるんです、確かにその商売としての面白さっていうのは確かにあったんですけども、やはりどっかなんか足りないですね。でやっぱりそのくすぶるものがあって、やっぱりその私理学部の出身で、常にですね、その現象、なんかその企業でもそのなんか違う現象、面白い現象が見つかったら、これどうしてなんですかっていうふうにいろいろ聞くんですが、そんなことはどうでもいいと。なるほど。どうでもいい。どうでもいいと言われても、なんか知りたいんだからって、どうしてもその葛藤があったんですが、やっぱりそういう、なんて言うんでしょうね、その本質的なところを見たいっていう、そういう思いが非常に強いんですね。本質的なところを見たい。なんでしょう、変な話ですが、秘密を探るっていうのがですね、やっぱり非常に好奇心をかきたてられるんですね。やっぱりその不思議なものに対して、どうしてなんだろうという、でその解が出た時にものすごい喜びを覚えます。やっぱりその好奇心、知的好奇心ですね。パズルを解いて答えが出るのと、まあ、かなり似たような感覚ですね。やっぱりその自然界のものというのは非常に複雑に組み上がってます。ですがその根底に流れるっていうものは非常に純粋なものが、非常にシンプルなものが流れてるんですね。でそれを見つけた時にものすごい喜びを感じるんですね。でやっぱり美しいというふうに感じるのは、その純粋なものがパッと見えた時ですね。なるほど。でその喜びのためにまあやってると。山本さんは、はい、その脱水素を伴う革新的炭素炭素結合形成反応の開発ということで陸賞をもらえたんだけど、山本さんどうなんですかね、これ開発という言葉がここでパッと出てくるんですけど、僕の研究も久保先生のところと一緒のように本質を見に行くところと、でその見られたものから、では応用の方にどこまでその現象というのを持っていけるかというところの全体像をこう描きたいような研究なんです、はいはいはい、有機化学だけではなくて、そのこの無機化学を合わせる中間の金属ですね、金属を中心にする反応を見ていこうということで、有機金属化学という分野で研究をしているんですが、有機金属、はい、有機金属化学です。金属によって有機化学をこう、ここで有機金属は触媒的な金属、そうです、触媒です、はいはいはい、
金属がこう一つ役割をして有機化学を発展させていこうという分野です。2010年先ほどちょっと話に上がりましたが、あの鈴木先生や根岸先生がこうノーベル賞を取られた研究というのもパラジウムという金属でこうノーベル賞を取った分野で、それも一つになります。なるほど。で私の研究はそのパラジウムという大きく言ったらそれと同じ分野ですか。そうです。あの触媒開発というのでその金属を使って炭素炭素結合を形成しようという分野。今までこう40年50年非常にこうパラジウムとかですねロジウムとかその周期表の金属の中でも右側の金属っていうのが非常によく使われてきてたんですが、そういうようなこう触媒開発で長年その左側の金属っていうのは大してあの開発されてこなかったんですね。右と左で何が素人的な何が違う。そうですその右側というのは非常にまあいろいろ反応に使われていて、その理由の一つが空気に安定なんです、ね、空気にこう作用させても潰れていったりした。左側の金属でこう特にアルキル錯体という金属と炭素が炭素結合を持っているような化合物ですね。こういうのはあの空気に出すとすぐ潰れちゃってあのもう使えなくなるんですが、最近のこう、技術によってそういうのを扱えるようになってきまして、それでもまだやはりあのパラジウムやロジウムといったこう、金属には及ばないぐらいもこちらの方が非常に研究なされてるんですが、僕はその左側のあんまりなされてない方に着目してこちら側で何かやっていくと新しいものが見えるんじゃないか、例えばどんな金属ですか。ジルコニウムやハフニウムという金属で4族になるんですが、はい、でそういうものを使っていくとこれまでそのできなかったことができるんじゃないか、そういうことをこう考えてですね一つ研究に取り掛かりました。で成果としてはその、脱水素を伴う反応っていうのはですねこう炭素炭素をつなぐ上でそれまでつながってたものをこう切り離さないといけないので、例えばその高周期では、HBR とかそういう塩が出てくるんですが、僕の研究においてはその H2 として取り除く水素ですね、これはもう燃やしても単なる水にもなりますし、ゴミとしてはもう、いいゴミと言ったら申し上げたらいいんでしょうか、そういうふうにあのゴミの中でも、廃棄物とはあまり言わないような、反応を成功します、うんうん、左向かって向かって右左例えばですね、どっちが右なの、周期表のここら辺が主に金属になるわけですが、その中で例えばこの左側っていうのはこちら側です、はい、で全周期繊維金属というふうに呼ばれておりまして、でこちら側が高周期繊維金属と呼ばれています。で例えばそのパラジウムやロジウムでルテニウムなどここら辺の右側の金属で主にこれまで炭素炭素結合の形成反応というのが開発されてきました。それに比べてこちら側はあまり研究がなされてこなかったわけですが、我々僕らはそういうものに着目しながら研究しております。で僕の研究はもう一つはそのなら起きたことに対して何に使えるかっていうので新しく炭素炭素結合を形成していくというふうに、それは今まで従来なかった炭素炭素結合になるわけですか。その作り方はそのゴミができないというかもしれない、できた炭素炭素結合は別に特別に変わったものでは、そうですね、今まで他の方法でも作ることは可能だったわけですが、うん、例えばその5段階かかっていたところをこう2段階ぐらいでこうパスを短くしたということができます。となるとそのゴミもその分減ったということで全体としてこうゴミを減らすことにもつながったというふうに考えています。この方は本当に山本さんが世界で初めて開発したんですか。そうですね、脱水素を伴うというところは今までこう行われてなかったところで、はい、でまたその左側の金属ですね、ジルコニウムやハフニウム、まあ、そこら辺のこうグループひっくるめてそういう炭素炭素結合を形成するっていう反応はあまりほとんど例がなくてですね、その中でまあ少しだけ過去に見えてたかな、見えてるという指標をもとにですね、研究に取り掛かったというところで、まだ例は少なくてこれからももっと開発していって
いかない、開発しないといかないから、うんうん、そうですか。山本さん、なんで最初にそういうことしたいと思ったんですか？僕が今所属しております真島先生ですね、うん、全周期繊維金属、全周期っていうのは左側の金属なんですが、うんうん、それを用いてこういろんな触媒反応の開発、うんうん、特にあの高分子を合成する時にはよく使われてたんですが、それでこうなら、小分子ですね、2つぐらい小さなものを混ぜて新しく作るという反応はあまりしていないということで、ちょっとやってみようということで、それで僕も面白いのでぜひ参加したいというふうにやっています。